あの人の現在。歌手として2000年にデビューした松浦亜弥さん、そのルックスからも人気爆発し、平成を代表する歌手ですよね。さまざまな活動を通してお茶の間の間をにぎわせてきた松浦さん、夫はウィンズの立花慶太さん、子供も授かり、2018年現在は幸せな生活を送っているようです。最近は子育てに専念しているのか、メディアへの登場はあまりない松浦さんですが、現在は慶太さんと共にどのような生活を送っているのでしょうか。そこで今回はそんな松浦さんの現在を少し覗きたいと思います。プロフィール。松浦亜弥、1986年6月25日、31歳。出身地兵庫県姫路市。血液型 B 型。職業歌手。憧れの歌手は光源氏、スピード。経歴。幼い頃から歌うことが好きだった彼女。小さいなりに歌手になりたいという夢はあったが、実際に歌手に向けて何か行動を起こすことはありませんでした。しかしそんな中、友人から借りた CD ハッピーサマーウェディングに第4回モーニング娘。&平家道夫妹分オーディションの案内が同封されており、オーディションに応募しました。そしてオーディションには浜崎あゆみのファーラウェイでしたが、本人は必死だったのか、何を歌ったかよく覚えてないと言います。オーディションの結果は合格。見事2001年の4月にドッキドキラブメールでデビューしました。そしてその年は1年目から大活躍。第39回ゴールデンアロー賞最優秀新人賞に選出されるとともに、その年の第52回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。歌ったのはラブ涙色。翌年の2002年にはテレビドラマ天使の歌声小児病棟の奇跡により子役として出演し、女優としても活躍していきます。そしてこの作品で第29回放送文化基金賞の出演者賞を受賞しています。また年末には自身2回目となる紅白歌合戦出場を果たします。曲はイエーめっちゃホリデーでした。2003年には女優としての初出演作品青の炎が公開されます。そしてなんと3年連続紅白歌合戦に出場。女優だけでなく歌手としても大活躍の1年となりました。翌年には松浦さんが出演したプリッツの CM が話題になりました。松浦さんが相撲取りの格好をしてドスコイと叫んでいたのは、まだ記憶に残っている方々が多いのではないでしょうか。そしてこの CM で松浦さんは第44回 ACC CM フェスティバルで演技賞を受賞しました。そしてなんとデビューして4回連続で紅白歌合戦に出場しました。今回は後藤真希さんと一緒に登場しました。その後2006年まで紅白歌合戦は出場しました。松浦さんは現在までさまざまなところで活躍しています。地元姫路市の観光大使に任命されたり、警察の一日署長も経験。また各重要な国際試合においても国歌を歌う役割を任せられました。特に2005年には愛・地球博の閉会式に出席。皇族や首相など内外の要人が列席する中、閉会式のイメージソングを堂々と歌いました。薬物禁止活動にもイメージキャラクターに抜擢されるなどし、松浦亜弥は多岐にわたる分野で活躍してきました。しかし2011年に子宮内膜症を告白。そこから体調回復を優先させるために芸能活動をセーブします。立花慶太と結婚。一方私生活では2001年から交際を続けていたウィンズの立花慶太さんと結婚を2013年12月24日に発表。自身のサイトには12年間の愛と松浦さんの心境を綴りました。今までに何度か交際などの報道がありましたが、自分たちが発言するときは応援してくださるファンの方含め
私に関わる全ての方にご迷惑をかけることのないよう結婚のタイミングでと決めておりましたので、きちんと報告ができず申し訳ありませんでしたと説明し、今年の冬で12年の付き合いになりますが、私の青春には全て彼がいます。悲しいこと、嬉しいこと、辛いこと、楽しいこと全部ですと立花さんと松浦さんの12年もの愛を告白。そしてようやく結婚をし、2人で新しいスタートを切ることを報告しました。子供を出産。立花さんと松浦さんの間には女の子が1人いるみたいです。2014年12月24日に出産したことを報告しましたが、詳しい情報は女の子ということ以外は何も公表されていません。子供には何も不自由ない生活を送ってほしいという思いが込められているのだろうとは思いますが、ファンからしたらすごく気になりますよね。気になる2人目の噂も少し出ましたが、2018年7月8日に夫の立花啓太さんが公式ツイッターで、私もうすぐ2児の父親になります、今後もどうぞよろしくお願いいたしますと発表し、第2子を妊娠していることが判明しました。娘さんは現在4歳ぐらい？もしかして子役でもどこかに登場しているなんてこともあるかもしれません。現在の姿、さてここ数年メディアに出ていない彼女ですが、最近はどうやって過ごしているのでしょう。実は2017年に休養中の松浦さんの復帰プロジェクトが存在すると女性自身が報じました。どうやら夫の立花さんの協力などももらいながら、2018年には復帰かもと言われています。しかし松浦さん本人、子育てがかなり楽しいのだとか、なかなか子供を保育園に預けるということが離れたくないのでできませんなどと冗談半分で語ったとか。真面目な松浦さん、しっかり子育てをやっておられるようですね。ネットでは劣化したとか騒がれています。しかし若い頃の印象が強い松浦さんです。いきなり現在の写真を見せられても、そりゃギャップもあるかなと思います。しかも子育て奮闘中、おしゃれなんてする時間もあまりないでしょう。ネットでそんなに騒ぐほどのものではないかと思います。子育てもそろそろ落ち着き始める時期、芸能界復帰もささやかれている松浦さんです。また以前のような元気な姿を見せて、ファンの方々に元気を分けてほしいですね。大人になったまた新しい松浦彩さんに出会えることをまた楽しみです。今後の松浦彩さんに注目していきましょう。待っている方々もとても多いですので、復帰したらまた人気が出るの間違いないですね。